皆さんこんにちは、ワナルグルビッシュです。では今回は提督の決断3バブキと PC 版レイディオ機械戦の続きをプレイしていきたいと思います。まずですね、前回の反省点なんですが、レイテが陥落してしまうという形でゲームオーバーになりました。なのでこれに関してはね、徹底的に見直しが必要かなというふうに思っています。それと前回の作戦であったら、マニラ・ダボだけではなくてタウイ・タウイ、エメなど、ベリリュ、さらに台湾、ここの基地航空隊を大増強するという作戦だったんですが、これでも、敵の機動部隊の前に、まあ、歯が立たなかったと。一矢報いたものの完敗を期したということなので、この二つに関してはですね、きっちり反省を行って、見直しを行っていきました。ではまずですね、艦隊からご説明していきます。第一艦隊、これ東京にいた艦隊ですけども、これはですね、4つの船体に分けて高速でレイテに向かってもらい、物資と陸戦隊を陸揚げしてもらいます。まあ、最悪敵の攻撃を受けたとしても仕方なしということでレイテに直行。で、第2艦隊なんですが、これはですね、第3、第4艦隊から戦艦と巡洋艦を引き抜いて強力な打撃艦隊として仕立てています。なので敵の艦隊がレイテに近づいてきたらですね、この第2艦隊を持って撃滅するという作戦です。で、一方、第3、第4艦隊なんですけども、これはもう完全に、輸送船団という形に編成をし直しています。高速でレイテに向かってもらって、物資と陸戦隊を陸揚げ後は、マニラとの間をピストン輸送させて、レイテの物資が枯渇しないようにひたすら輸送します。仮に敵の攻撃を受けたとしても、一隻でも残っていればひたすらピストン輸送するというのが第3、第4艦隊です。第5艦隊はマニラに入った後、物資を補充後、レイテに向かってもらい、その後はマニラに戻して決戦の時のために兵力を温存します。第6艦隊、これは小沢さんの機動部隊ですね。これも同じく、マニラに入った後は待機。決戦の時まで兵力を温存。第7艦隊ですが、これはですね、いつも早々に戦力を失ってしまっていた潜水艦隊なんですが、これをレイテに入れてレイテで待機。まあ、最悪陸揚げ中の艦隊が攻撃されるようであれば、敵の攻撃を分散させるために、まあ、レイテにね、身を盾にしてもらうというのと、あと、いざ敵の艦隊が近づいてきたときですね、どうしてもやっぱり足が遅いので、潜水艦は。その分ですね、敵が確実に接近してくるレイテに置いておいて、レイテで敵を迎え撃つ。という作戦です。第8艦隊はこれ豊田さん入れました。豊田さんですね、第10艦隊の司令官任せていたんですけども、敵の機動部隊の攻撃を受けると壊滅する。そして戦死されてしまうことがあるので、クレで待機、後方で指揮を取ってもらいます。第9補給艦隊、これはクレからレイテに直行。高速で物資と陸戦隊を輸送してもらいます。そして第10艦隊ですね。これが新しく新設した機動部隊なんですが、足が遅いので、ゆっくりゆっくりマニラに向かってもらいます。状況に応じてレイテに転身というのを考えています。続いて基地航空隊。まずレイテからなんですが、レイテはですね、司令官に草賀仁一中将をお任せしました。陸戦がとても強いので、敵の陸戦隊をね、ここで弾いてもらうというのを考えています。続いてマニラとダバオなんですけども、まあ同じような編成なので、マニラを例にとってご説明していきます。前回、敵の機動部隊にね、大編隊で攻撃を仕掛けたものの、損害が大きく出てしまったので、この損害を少しでも小さくするために、護衛で冷戦の52型を大量につけることにしました。ご覧のように、ドンリュー、水星、ともに航続距離1500キロ程度なんですけども、これに冷戦52型、航続距離1600キロをつけて、きっちり護衛してもらうと。これで味方の航空戦力の消耗をできるだけ避けるというのを考えています。で、台湾とか、あとはタウイタウイ、メなどなんですけども、ここはですね、航空隊、一式立港。とにかく一式立港ですね、世界各地からかき集めました。足の長い一式立港でアウトレンジ攻撃を仕掛ける。その数を飛躍的に増やしています。航続距離3060キロ。これが台湾だったり、タウイタウイだったり、少し離れた航空基地に配備してあります。で、ペリリューの方もですね、大幅に増強してまして、飛竜、そして冷戦の52型で敵の艦隊を横から迎え撃つと
というのを考えています。では、時間を進めていきましょう。で今まではですね、0点の陸戦隊は、味方の基地航空隊で攻撃をしないで温存していたんですけども、前回ですね、大きく、痛いところとして、レイテが陥落するという形になってしまったので、基地航空隊がですね、敵の陸戦隊を攻撃していきます。まあ、それで消耗を仮にしてしまったとしても、十分に敵の機動部隊を迎え撃てるだけの戦力を今回、世界各地からかき集めてきたので、もうレイテに上がってきた敵の陸戦隊を叩き潰す。というね、前回の反省点をすべて突っ込んだ作戦にしてあります。では、敵の艦隊を発見するまで時間を進めていきます。はい、レイテに敵の第一波攻撃が始まりました。ここから怒涛の防衛戦が始まります。なんとかね、これを叩いておきたいと思いますね。で、さらに第9補給艦隊に敵航空機149機壊滅しますよね。まあ、残念ながら第9補給艦隊はその任務を達成することなく、レイテにね、たどり着けませんでしたね。まあ、ただ、第9艦隊にしろ、第1艦隊にしろ、この補給任務の艦隊はね、玉砕覚悟で、レイテに向かってもらってますので、このまま、進んでもらいます。では、また時間を進めていきます。では、レイテの方なんですけども、第3、第4の補給艦隊、たどり着きましたので、陸揚げしておきます。すべてを陸揚げ。石油はね、ちょっと残しておかないといけないので、石油以外のすべての物資を陸揚げして、そして、なんとかね、持ちこたえてもらいましょう。レイテには。で、第4補給艦隊の方で言うと、陸戦隊が少し余るとは思うんですが、すぐに削られるので、洋上で待機した後ですね、再びレイテに入ってもらって、そこで補給を行います。まあ、そうしないとね、レイテに長くいると、敵の空爆を受けて、貴重な物資を捨ててしまうことになるので、一度離れます。ただすぐ戻ってきてもらうというところですね。まあ、とにかく今はね、このレイテを守る。この一戦に全てをかける。まあ、そのために、他の基地は、捨てる覚悟で、戦力を結集してるので、もうこれ以上のね、作戦は本当に思いつかないというところまで来てるんでね、頑張りたいと思います。さあ、ダバオの基地航空隊が敵の艦隊を発見してますね。これに対して空撃を仕掛けていくかどうか、まずは考えましょう。127機出れて、冷戦も出れる。うん。これは、出ましょう。全機出撃。冷戦後新潟も出れるし、天山も出れるし、鈍竜も出れるし、というところですね。では、127機を4チームに分けて、決戦を挑んでいきます。敵の直縁71。まずは、この護衛機を大量に配備するという戦略が当たるかどうかですね。見ていきましょう。はい。やっとですね、作戦が決まってきました。まずアメリカ軍の第9艦隊ですが、空母、これ軽空母1隻ですが撃沈してます。輸送船も4隻撃沈、そして敵の直縁を減らしました。これで、第9艦隊は直縁がゼロ。まあ攻撃隊の中からね、直縁に回してきたとしても、これほどの数直縁には回せないと思うので、まあ事実上第9艦隊の上空が丸裸という状況にできたと思います。これでね、しっかりと戦うことができるというのが分かったので、だいぶ明るい材料ですよね。では、頑張っていきましょう。
まず第9艦隊を壊滅させたいですからね、先に。他の基地からも航空隊を出して、第9艦隊を壊滅させましょう。142機。レイテに142機。まあ、これは、基地の守備隊と、強固な要塞で守りましょう。第9艦隊をロストする前に攻撃したいんですよね。守備隊が23削られた。だいぶ削ってくるなぁ。できるだけ早く敵の艦隊を潰したいですよね。そしたら第2艦隊ですが、追撃戦に入りましょう。敵の艦隊を追います。なので、どうしようかな。レイテに向かわせますか。まずはレイテ近海まで、向かわせましょう。第6艦隊、これも空撃、距離確認してから決めますか。何機出れるか。56機。もうちょっと待ちたいかな。少し待ちましょう。少し待って。ここぞという時に備えましょう。攻撃を中止します。第5艦隊はまずはレイテに向かいます。で、戦艦ヤマトですね。一度このままダバオに入れようかと思ったんですが、敵の艦隊、今なら叩ける絶好の攻撃、やってきましたので、まずは第9艦隊目指しましょう。あとは敵の第9艦隊をね、さらに叩くために必要な味方の基地航空隊の攻撃、待ってました。敵の第9艦隊はロストしていない。まずはここで確実に撃沈しましょう。125機。この時を待ってましたね。では全機出撃していきます。はい、敵の直縁が硬くてですね、かつ空母に早期に離脱されてしまったんで、大ダメージ与えることができなかったです。少し残念ですね。第9艦隊ロストする前にペリリュー、メナド、タウイタウイからも攻撃隊を出したい。届くかな。届くね。さすがの一式立功よ。ここを確実に一隻でも二隻でも沈めておきましょう。では前期出撃です。はい、これで空母を2隻撃沈、第9艦隊残り3隻に減らしてます。敵の直縁をやっぱりね、ダバオの航空隊が潰してくれたのが本当に大きいですね。ダバオの航空隊ですが、どうするかな。基地の航空隊、さっきダメージが出ているものの、天山、ドンリュー、冷戦後2型。この後の配備数が、さらに増やしておきたいので、飛竜、ドンリュー、このあたりかな。天山はね、数がもうあんまり残ってないんですよね。で、第2艦隊、この後レイテに向かってもらいます。第9艦隊確実に仕留めておきたいんですけどね。レイテの基地なんですけども、陸戦隊ダメージ出ているので、第4艦隊を戻しましょう。第4艦隊、陸戦隊が残っていたはずなので、これをレイテで下ろします。まあ、予定通りの作戦をね、着々と、そして確実にこなしていきます。夜になるとね、少し我々の方の部が悪くなるので、夜の間どうしのぐかですね。要塞度がだいぶ削られてきてしまってるので、この後はもう陸戦隊が
いかに耐えてもらうかというところですね。第三補給部隊がダメージを受けています。このままなんとかマニラまで逃げ切ってもらいましょう。では第四補給艦隊入りましたので、これを補給させていきます。その前にペリリューからの空撃、これで仕留める。20機そうか、飛竜は夜間出れるけど他が夜間出れないんだな。ただ第9艦隊はもう言ってみれば直縁がいない状態なので、飛竜20機で空爆仕掛けていきましょう。敵の空母狙ったんですけどね、ダメでしたね。ではレイテの方では陸上げしていきます。陸戦隊を上げる、陸戦隊を上げる。まあ、削られるときはもう、要塞とかゼロになってしまってるので、レイディが。まあ、一瞬で削られてしまうとは思うんですけど、まあ、少しでもね、長持ちしてもらうために、陸戦隊による補給、陸戦隊を補給していきます。こっから夜の間は耐える戦いですね。この夜の間にね、ヤマトが突入できたらよかったんですけど、タイミングがちょっと合ってないですね。第5艦隊も入りましたね。そしたら陸揚げしていきます。第5艦隊もマニラでしばらく待機させるので戻しましょう。夜の間に逃げ切ってくれれば嬉しいかな。ではマニラの基地航空隊ですね。何機出れるか。19機。飛竜だけですね。ここは我慢しましょう。この間に敵の第9艦隊ロストしないことが重要ですからね。ロストした。まあ、ただ、レイテに向かってくるのは確実なので、ヤマト、ムサシで何とか迎え撃ちましょう。さあ敵の艦隊発見します。これが第9艦隊なのかどうかはっきりしないんですが、一度確認しましょう。228機出れる。これよ、この時のためにありとあらゆる拠点からかき集めてきましたからね。出撃していきましょう。はい、敵の直縁と交戦してます。アメリカ軍の第3艦隊でしたね。まあ、空母5、戦艦2という艦隊ですね。ここに対して敵の直縁30機撃墜してます。味方の損害は非常に軽微。これは勝てる気がするぞ。まあ、油断はもちろんね、できない状況ですけども。フィリピンに対して台湾からの空撃を行うかどうかなんですが、これは、ちょっと難しいかな。というのも敵の直縁がゼロであればね、まあいわゆるその護衛機なしでも戦えるかなと思うんですけど、敵の直縁が十分にある中護衛機なしで突っ込ませると攻撃隊が壊滅するのはよくわかってるので、ここはやめておきます。メナードの攻撃隊、これも当てられるけど、アメリカ軍の第3艦隊はまだ十分に直縁がいるのでやめておきましょう。ここに現れたのが第9艦隊。違うな。新しい艦隊だ。ダバーの攻撃隊で叩きに行きましょう。134機。これで新しい敵の艦隊出てるので、第9艦隊はほぼ壊滅させたものの、新しく第3艦隊と、これまだ未確認ですけども、新しい艦隊出てますので、この艦隊を叩いておきましょう。134機を3チーム4チーム編成でいきますか。1チーム30機強という編成です。もちろん冷戦の5D型が護衛に出ます。では出撃です。はい、ここもね、空母にダメージを与えて
直縁機30機減らしています。アメリカ軍の第5艦隊でした。いや、これはね、本当に勝機がある。レイテが守りきれるかどうかにかかっていますけどね。第9艦隊はもう相手にする必要はなさそうなので、今発見しているアメリカ軍の第3艦隊と第5艦隊、これですね、ここを攻略していきます。上枠が陥落、上枠からは撤退をしていたので、これは致し方なしという状況かなと思います。第1艦隊ですね、ここはなんとかレイテにたどり着いて物資を陸揚げしてほしいですけど、厳しそうな情勢ですね。で、第10艦隊に敵航空隊145機、厳しいなぁ。なんとかね、これも防衛戦展開していきます。はい、空母1隻沈められてますが、思ったより耐えてくれました。このまま反撃のチャンスを伺います。第1艦隊の方は壊滅しましたね、これは仕方がない。アメリカ軍の第3艦隊からの攻撃です。さあ、敵の艦隊発見してますね。砲撃が届くのであれば砲撃していきましょう。これアメリカ軍の第9艦隊なのか第5艦隊なのか、どちらかだと思うんですよね。はい、アメリカ軍の第5艦隊でした。空母2隻を撃沈、これは大きいな。巡洋艦2隻失ってますけどね。このまま第5艦隊はマニラに戻ってもらいます。タウイタウイから、いや、タウイタウイから攻撃隊出したいけどな。空母2隻撃沈したこの第5艦隊相手だったらいけるか、何機出れるか見ましょう。28機攻撃を中止します。まだ距離がある、そういう判断かな。ペリリューの攻撃隊、これは出せるでしょう。36機数が少し足りない。もうちょっと編成が充実してこないと戦いづらいですね。ペリリューの方は新しく基地航空隊編成しているので、元がゼロっていうのがね、この機体数が集まらない理由ですね。昼間のうちになんとかアメリカ軍の発見済み第3、第5、第9、この艦艇潰しておきたいのと、第3艦隊が空母を健在しているので、これも早期に叩きたい。これだな。まずは近いところにいるアメリカ軍の第5艦隊空母に戦艦に、この艦隊を潰しましょう。ヤマト武蔵出撃の時来たり。はい、これでアメリカ軍の第5艦隊も壊滅状態に追い込みましたね。戦艦1隻撃沈、空母1隻撃沈、空母1隻中隊派、これで事実上、このアメリカ軍の第5艦隊の空母戦力も叩いたので、残っている確認済みの艦隊は第3艦隊ですね。ただアメリカ軍の機動部隊は5個艦隊ぐらい入ってくるので、まだ半分も叩けてないという状態です。さて、マニラの偵察隊が敵の艦隊発見してます。これがどの艦隊かだな。44、初めて見る艦隊の可能性が高い。16機ではちょっと出れないですね。攻撃を中止します。台湾の基地航空隊も厳しいよな。出れるとしたらここかな。空母を叩いたここ。140機出れるね。いやー、さすがよ、一式立航のこの心強さといったらないですね。航続距離140、前期出撃して、ただし随運はどうにもならないので出ないですよね。随伴するものはなし。一式立航の攻撃隊だけで敵の第5艦隊を潰します。前期出撃です。
はい。敵の巡洋艦2隻を撃沈。駆逐艦を4隻撃沈してます。で、第10艦隊に敵の艦隊から空撃87。まあ、第10艦隊は事実上おとり艦隊みたいな形になっちゃってますね。第10艦隊、そうか、わかったぞ。第10艦隊は、ちょっと確認しましょう。メダムン基地攻撃隊は攻撃を加える。だ、ダメか。そうすると、アメリカ軍の第5艦隊を攻撃しましょう。空母1。これだったら叩ける。これも前期出撃します。ここはもう見なくても大丈夫かな。そうですね。アメリカ軍の第5艦隊を完全に壊滅させました。これで、アメリカ軍第5艦隊が、いなくなった。まあ、駆逐艦がいますけどね、揚陸隊もいなければ輸送船もなし。で、第10艦隊なんですけども、航空戦力積んでないんじゃないか、もしかして。そうだよね。一度、マニラにやっぱり寄せる、べきだったんですけど、マニラに行く前に、まあ、本当だったら、第10艦隊は台湾に寄せましょう。まだ艦隊壊滅する前なんで、できるだけ、なんとか生き残らせたい。台湾に寄港させて、ここで航空戦力を補充しないといけないですね。まだ小沢さんの第6機動部隊は出さない方がいいかな。今発見済みの艦隊で言うと、第3艦隊とこの不明な艦隊が空母満載してると思うので、この艦隊、ある程度叩くまでは我慢しましょう。第4補給艦隊に敵の艦隊。残ってくれた。どうか。残ったね。よし。アメリカ軍の第5艦隊はもう壊滅してますからね。まあ、上枠を失った痛手はありますが、それ以上にアメリカ軍の機動部隊とここまで互角以上に戦えているというのが、すごく嬉しいな。さあ、ここは逃げ切り。逃げ切ってもらおう、空母には。足が遅いからな。本当だったら那覇で止めとくべきでしたね、第10艦隊は。で、航空戦力を補充して終わってから出撃させるべきだったかなという点において、ちょっと後悔ですけど、まあ、しょうがないですね。第5艦隊の偵察機が敵艦隊を発見しています。砲撃届くようであれば、砲撃戦を挑む。空母5、戦艦2。これに対して、巡洋艦、数隻だけの第5艦隊が戦いを挑むのは厳しいな。攻撃を中止しましょう。タウイタウイの基地攻撃隊。敵の艦隊発見してるな。第5艦隊を壊滅させておくか。まあ、ここももう見なくても大丈夫かな。戦艦1。これを中隊派。で、マニラの方なんですが、第3艦隊ですね。ここに補充を行って、再び、基地となっている。レイテに向かってもらいましょう。このピストン輸送作戦がハマってくれれば、勝てる可能性出てきましたね。あとはレイテが、持ちこたえられるかどうかという、その一点にかかってきているので、このピストン輸送作戦がハマれば、勝てる、このレイテ。はい。というところで順調に来てますので、今回はここまでにさせていただいてですね、ピストン輸送作戦の後半は次回プレイしていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。